あなたにとってお金とは何ですか？お金とは、まあ、あれば困らないものですけど あれば使っちゃう方なんで、あればあるだけ使う方なんで、結構何でも躊躇なく欲しいなって思ったものは買いたいんで、あればあるだけ嬉しいなっていう、あとなんか欲しいものがそこにあるのになんか手に届かないってすごい悲しいじゃないですか。だからいっぱいせん、あ、頑張ったなって思うときはいっぱい物買ったり、あとあのカチカチってやってあのピコーンって課金したり、あーゲームの課金をしたり、 なんかいっぱい使いたいなって、いっぱい降ってこないかなって思ってるものです。